この川崎は酒なんか飲みません。飲まない。スナックなのに。じゃあすぐ近くあるから一緒に行くよ。一緒に行く。あ、そうなんですか。めっちゃ顔タイプで、普通にもっと出すんで1万5000円とかじゃなくて5万とか出すんで、ちょっと今日一緒に寝てくれないですか。7万にします。お疲れ様です。吉川です。今日の企画なんですけど、に潜入してみた川崎編ですね。はいはいはい、はい、川崎って知らない人のために言うと、都内から1時間2時間ぐらいかけてわざわざ来てます。川崎は神奈川県の北東部に位置する市です。人口は約155万人と多く、治安の悪いギャングの街として知られ、残念なこと日本で最も犯罪率が高いエリアの一つです。ギャンブルや夜の店が盛んな街として知られ、低所得者層、ホームレスや薬物中毒者が多く、薬物と警察の抗争が絶えないストリートギャングの街でもあるため、絶対に行ってはいけない街と言われることもあります。何のために来たかがここにあるそうです。スナックって何？スナックってまず何か分からないと思うんで、ちょっと説明していただいていいですか。そこは俺がやるのね。めんどくさいね僕。スナックっていうのはちょっと妙齢の女性とお酒を飲んだりするような場所じゃない。でガールズバーとかは若い子が多いけど、こっちの場合おばさん系熟女系が多い分、話題が豊富やったり値段も安かったり、そういうメリットがあるような飲み屋さんじゃない。でそこでお金を払えばその女性を連れ出せるらしいのよ。ナンパってこと？アフターってこと？違う違う、お金も払って、そもそも最初からそういうサービスしてるんや。やばいなそれ。この川崎は酒なんか飲みません。飲まない。スナックなのに。スナックなのに。スナック頼んだ。スナック行ってお金を払います。2階に行きます。できるらしいよ。違う店やそれは。スナックじゃねえ。自由恋愛になっちゃったという体で許されてるらしいんですわ。それを川崎ではスナックでやってると。そうで、今からそれの調査に行くと、果たしてそんなことが本当に行われてるのかと調査をすると。1年前にやったんですけど、この企画やったんかい。視聴者の皆さんが映像がない、音声だけで、変な視聴者たちがやらせやと。そう、嘘ですよね言うてくるから。どうするん今日は。じゃああなたが今回撮ってください。僕も一緒に入っていくんで、2人で入ってって最終的にはお前が頑張るよな。そうだから僕とその女の子が上に行って、そういうとこするまで持ってくれてたもん。それは証拠や。なるほどなるほど。川崎って何がヤバいかちゃんと言っとかなか。危険ランキング星8という。5じゃないんや、うん、5以上があるのね。星5の中の8やから。なんでか、ここ日本じゃないです。いや日本ですけど、思いっきり神奈川県ですけど。ここはギャングが住む街です。そんなやつらおる。893とかじゃないから、もうレベルが違う。入れ墨あるだけで、お前何入れ墨見せてんねんみたいな格好となるから。怖あんのお前。ないけど。じゃあ怖い。関係ないや。怖いやん。俺の視聴者さんさ、一人指なくて、うん、それと川崎住んでたからさ、うん、指なくなるねん川崎住んでる。事故かなんかやと思うよ。タクシーで行きましょう。偉くなったね。確信はないんですけど、うん、昔多分これやってたよ。そういうマークみたいなのあるようだ。ぽいようだ。お前18禁のやつじゃん。そう。で、あっちやな。あっち側にあるから、そこまで時飛ばしよう。目の前まで。はい。じゃあすぐ近くあるから。じゃあかけなんか。一緒に行くよ。一緒に行く。どんな感じ？うん、違う。違うんすか。あ、そうなんだ。1杯引っ掛ける？入ったし、うん、はい、1杯でもいいですか？ハイボールでしょうか？ブロンハイボール。ハイボール。ハイボール。じゃあお願いします。ちょっとやばいっす。何してんすか？バーバー入ったよね。そんなルール知らないです。こんな濃いのめっちゃいいよ。確かに飲みたい人でしょ。ありがたいよね。さあ、ああ、じゃあ、乾杯。卵焼きも食べれる。つまみってもっとお菓子やろ。あ、そうなんすか。あ、そうなんですか。逆にそういうのが好きな人もいないっすか。あ、始
めまして。はじめまして。木村って言います。はい、よろしくお願いします。木村さん。めっちゃ綺麗な人。ああ、ありがとうございます。めっちゃ若くいますけど、いくつぐらいですか？35です。35？ はい。どうやってそんな維持してるんですか？無理無理無理。綺麗すぎる。いやー、ありがとうございます。すいません、なんか急にキモかったっすね。キモいっすよね。いや、別に。まあ、多分あんまこんな喋る人いないですか？ああ、ほんと喋る人は喋るし、喋らない人は喋らないし。分かれるかな、あのもちろんちょっと、はい、今日なんかそういうのするとかね払った方がいいですよね。はい、竹払いで5000円でしたっけ。は1万5000円ですよね。はい、はい、いや今日めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。いやこちらこそ私も楽しかった。いやちょっとお願いがあって、うん、さっきお金困ってるって言ってたじゃないですか、うんうん、めっちゃ顔タイプで普通にもっと出すんで1万5000円とかじゃなくて5万とか出すんで、うん、ちょっと今日一緒に寝てくれないですか。7万にします。じゃあ8万でいいですよ。あ本当ですか。じゃあそれで安いとこでいい。あ全然いい、はい、とか無理やから高すぎて。あ全然大丈夫。こんなんしたことあるっすか。ないかも。絶対言わんといてくださいよ、お店の人に、もちろん。うん、LINE 交換して、後でじゃあ、あ、OK です。お茶しましょう、うん。うん、いいですよ。やべ。どういう状況？あ、先入ってください。どうぞどうぞ。あ、わかりました。じゃあ先入ります。レディファーストなんで。ウーバーとか食います？あ、うん、食べる。じゃあウーバーも適当に頼んで。うん、僕自分からあんま行ったことなくて、その。本当ですか？ほんま全部女の子がガーって来るから。絶対嘘だ。今めっちゃ困ってる。どう思ってこうみたいな。まあ、とりあえず見てきてもらう。あ、オッケー。じゃあ見てくるね。え、トイレとか大丈夫？先に行かなくて。あ、うん。え、この部屋の体温とか大丈夫？体温？うん、大丈夫。大丈夫、うん、今潜入というかやばいって神展開起きてるし。お疲れさん。お疲れさんじゃないわ。てか俺ちょうどお前らに勝ち合ったから多分撮れてるけどさ、全部映ってる映像。こんなたまたまのことあるあったから。え、びっくりしたけどマジあれ撮った。撮ってるよ。やばいなお前、うん、金ってすごいぞ。なんで金払ったら何でもしてくれるマジ。ああいうとこで働いてる方や、うん、言い方は失礼やけどやっぱお金が欲しいんやと。なるほどな。今回ね改めて振り返りやるな。何をしたかっていうと、言ったらこの世の闇スナック、スナックなのにする店の女の子がどういうことやってるのかっていうことを実態調査しました、はい、で映像をちょっと俺まだすぐ今来てくれたから見れてないんやけど撮れたんよな。そうだから一緒に映ってしまってるよな。遊んでるのよ一緒に。そこから俺今日川崎泊まるやん、うん、だからもう一緒に追ってよって言って呼んでるから。マジ？え、じゃあまだおんの部屋に。マジで抜け出してきてんの。何してんのお前。ちょっと寝てる。やばいや。だから俺3分ぐらいでこれトークして早く戻りたいと思ってんの。相模さんからちょうどピポーンってきたからラッキーって言って。ラッキーはおかしいからね。一応みんなに伝えておくところとしては、いつもの YouTube プレミアム、はい、ちょっと今回いつもみたいな動画出せ。そういうなんかいつもさしこい質問とかしてるやん。そんな余裕多分ない。顔は出しましょう。大丈夫？出す？大丈夫。分かった。俺あんま気進まんけど、せっかく頑張ったから出したんやろ。だってプレミアムだったらだって見られへんから大丈夫や。見られるって金払わんかった。まあそれはそう。プレミアムはじゃあ顔出すわ。分かりました、出します。誰に似てるか。ローラに似てましたね。ローラってあれよな、一時期めっちゃ売れたけど最近落ち目飲んだやろ。いや全然海外で成功してる。日本で売れなくなっただけ。いや日本を嫌いになったんだよ。なんで？やめて悪口が出て。え、なんでローラ派なの？ローラと一緒に飲んでるから。そっくだって大学生の時一緒に飲んでんねん。あマジで。アメリカおった時なんかパーティーに飲んだ。ローラに似てることをどこまでいけたかって話。これを全部いつものセリフ言って。 X 言ってください。今回今までで一番リアルやん。なるほど、まあ、リアルじゃないわけないやん、まあ、てかさ俺も早く見たいの動画ちょっと送って一回先に。リアル好きやからな。そうマジ好き。まあ、これでね去年転入ほんましてないやろごちゃごちゃ言うてきたアンチたちをとどめさせたんじゃないか。本当にね。でもね頑張ったと思う。めっちゃ怖くないあんなとこで。てかさ俺は現物まだ見てないから何回も言うけど、怖いのは内容を見てどうなるかよこの後。それが一番怖い。使命感を持って出す。確認やで。裏で言ってたけどあなたが悪くなるよね。俺悪くならんっていうのは大丈夫だよ。騙されてない。あ、本当だ。大丈夫大丈夫。超責任持つ、責任持つ。マジマジの。持ってくれるよな。持つ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 。大丈夫大丈夫。僕の命に関係ないんやったら出しましょう。そんな感じで今日の動画ちょっと早く終えて。帰らなあかん、早くせな。怒られる。はい、行って。じゃあ、またな。アデュー。